メットライフドームです。ライオンズ対ジャイアンツ、このゲームの模様をお送りいたします。ライオンズの先発は右の渡辺、ジャイアンツの先発は右の桑田、この両投手の投げ合いです。さあ、まもなくプレイボールです。右の渡辺マウンドに上がります。期待しましょう。注目の投球です。さあ、注目の立ち上がり、背番号44、第9、膝元、直球は外れてボール。第2球、投げました、高速スライダーボール。第3球を投げた、ストレート決まってストライク。第4球を投げた、流し打ち、バックしていった、レフト前ヒット、バッターランナー一塁蹴って二塁も狙う、ツーベースヒットを放ちました。ライオンズ先制のピンチを迎えます。さあ、ピンチで迎えるバッターは河合。ライオンズいきなりピンチを迎えています。第2球、投げた、バントした、ピッチャーの左へ転がした、取った、一塁送球アウト、ランナー三塁に進みました。ライオンズなおもピンチが続きます。第2球、投げた、2球目ストライク。第3球を投げた、ボール。第4球を投げました、見逃し三振。さあ、リプレイです。バッターは4番原、ひときわ大きな声援が聞こえます。第2球投げました、ストライク、軽く追い込んでまいりました。追い込んでから第3球を打った、第4球を投げました、あっと、いった、一直線、入った入った、ホームラン、先制ツーランホームラン、白球は無情にもスタンドへ、変化球を完璧に捉えられました。チームメイトが迎えます。では先制の場面、映像でご覧いただきましょう。バッターは DH の吉村。第9、投げました、初球に送ってストライク、まずは入れてきました。投球これから2球目、打ちました、いい当たり、センター前進、取りました、これで3アウト。1回の表が終わって2対0、ライオンズ先制点を奪われています。右の桑田マウンドに上がりました。今日は配球にも注目したいと思います。1回の裏、ライオンズ攻撃に入ります。トップバッターは辻、危ない球。第2球、ストライク、膝元厳しいところ。投球は3球目、投げました、見送ってストライク、バッター追い込まれました。第4球を投げた、打った、流し打ち、一二塁間のゴロ、駒田そのままベースに入ってアウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番平野、投げた、打ちました。第2球、投げた、空振り、バッター追い込まれました。投球はこれから3球目、1球外したボール。投げた、ボール。投げた、打ちました、フラフラッと上がった、かわい交代、落下点で構えます、掴みました、これで2アウト、ランナーありません。右バッターボックスは3番秋山。第9、投げました、初球空振り、思い切って振っていきました。第2球、スプリットはボール。第3球を投げました、ボール。第4球を投げました、打ちました、引っ掛けた、フラフラッと上がった、ショート落下点、取ってアウト、3アウトチェンジ。桑田、今日は無難な立ち上がりです。
2回の表ジャイアンツ攻撃に入ります。この回のトップバッターは岡崎。ボール。投げました。空振り。第3球を投げました。ストライク。第4球を投げた。打ちました。第5球投げた。打った。1、2塁間へ。辻ボールを取る。1塁送球アウト。これでワンアウト。ランナーはありません。バッターは7番篠塚。第1球投げた。初球空振り。伸びのあるストレート。初球空振りから投げた。2球目ストライク。これで追い込みました。第3球は外角低め、見逃し三振。渡辺3球で仕留めてみせました。投げた。変化球ストライク。アウトローへ。投球これから2球目。打った。左中間へ持っていきましたがヒット。駒田ナイスバッティングです。右バッターボックスは9番村田。第1球投げました。初球を打ちました。これはヒットになります。村田いいバッティングを見せました。ピンチを広げてしまいました。第2球見送ってボール。第3球は直球見送ってストライク。ワンボールツーストライク。追い込んでいます。追い込んで投げました。打ちました。セカンド右への打球。セカンドから一塁送球アウト。スリーアウトチェンジ。2者残塁。2回の表が終わって2対0です。2回の裏ライオンズ攻撃に入ります。この回の先頭バッターは清原。打ちました。ファール。第2球見送ってストライク。バッター追い込まれました。第3球を投げました。ボール。次が4球目投げました。低め縦のカーブ外れてボール。第5球投げました。ストレート。空振り三振。バッターは指名打者デストラーデ。ボール。まずはインコース低め。第2球2球目ストライク。投球は3球目投げた。ストライク。バッター追い込まれました。第4球を投げた。アウトロー。空振り三振。最後は146キロストレート。バッターは6番投げた。ボール。第2球投げた。アウトコース空振り。第3球を投げた。打ちました。一、二塁間ライナー破っていった。ナイスバッティングです。バッターは7番吉武。第1球投げました。ボール。投球これから2球目。流し打ち。どうだ。スタンドに入りました。ファール。第3球は見送ってボール。投球これから4球目。流し打ち。掴んでこれで3アウトになります。ライオンズファーストランナー残塁。2回が終了しまして2対0です。ジャイアンツこの回は上位打線から始まります。先頭バッターは河合。ボール。第2球投げました。空振り。第3球を投げました。インコース高め。空振り。第4球は打った。投げました。ストレートはボール。第6球を投げました。高速スライダー。ボール。第7球を投げた。外角高め。見逃し三振。バッターは3番。これが2度目のバッターボックス。ボール。第2球投げた。ボール。第3球を投げた。ストレート見送ってストライク。
投球これから4球目。ストレート空振り、伸びのあるストレート。追い込んでから第5球投げた、打ったんや、当たりだ、センターへ飛んだ、センター前ヒット、クリーンヒットです。いいバッティングを見せました。バッターは4番パラ。直球ストライク、アウトコースへ、タイミング合いません。1球目空振りから第2球決まってストライク。もう追い込んでいます。一塁牽制球を送ります。タッチセーフ、投げた、外れた、ボール。次は4球目、投げました、打ちました、あっと引っ掛けた、レフト前進、取りました、ランナー一塁に戻ります。これで2アウト、ランナーは一塁変わりません。投げました、決まった、ストライク。まずは決めてきました。投球これから2球目、打ちました、ファウルボール。第3球を投げました、打ちました、ファーストの横、清原掴んだ、清原自らベースを踏んで3アウト。一塁ランナー残塁に終わりました。3回の表が終わって2対0です。3回の裏、2点を追いかけます。ライオンズ攻撃に入ります。この回のトップバッターは伊藤。さあ次の投球、投げました、外角低めいっぱい、ストライク。第3球を投げました、見送ってストライク。第4球を投げた、打った、ショートバウンド、ボールを取った。篠塚軽快な守備を見せました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは9番田辺。初球スライダー空振り、少し迷ったか。さあ次の投球、投げた、スライダー見送ってストライク。第3球を投げた、インロー、ボール。第4球はインコース引っ張った、三塁線切れてファール。初球見逃し三振。バッターはトップに帰って辻。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。1球目ストライクから投げた、アウトローを見送ってストライク。バッター追い込まれました。第3球、低めのボール引っ掛けた、これは内野へのフライだ、取ってこれで3アウト、チェンジ。ライオンズ結局三者凡退、無得点に終わっています。序盤終了しまして2対0です。試合はこれから中盤4回に入ります。トップバッターは岡崎。最初のバッターボックスはセカンドゴロに倒れています。第2球投げた、打った、流し打ち、レフト前に出る、切れていきます、ファール。打ちました、セカンド左横のゴロ。辻ボールを掴んだ、一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは7番篠塚。第9球投げました、ボール。まずはアウトロー。投球これから2球目、アウトサイド空振り。第3球を投げました、変化球ストライク、インコースへ、タイミング合いません。次が4球目、投げました、ストレートはボール、アウトローへ。投げました、打った、辻取った、アウト。これで2アウト、ランナーありません。左バッターボックスには駒田、今日2度目のバッターボックス。投げました、完全に外れた、ボール。投球これから2球目、まっすぐ空振り。第3球を投げた、打ちました、ショート真正面、一塁送球、アウト、スリーアウト、チェンジ。渡辺三者凡退に抑えています。4回の表が終わって2対0です。ライオンズこの回は2番からの好打順、先頭バッターは平野。第1打席は内野フライに倒れています。第2球投げた、アウトコース低め、ストライク。第3球を投げた、アウトコース低め、外れてボール。次は4球目、投げた、145キロ直球、空振り三振。右バッターボックスは3番秋山。第1打席はショートフライに倒れています。ファウルボール。
投球これから2球目。流し打ち、どうだ、ファール。投球はこれから3球目。1球外してボール。第4球を投げた、ストレートはボール。投げました、流し打ち、ライトへ飛んだ、ヒット。秋山ナイスバッティングです。これで2打数の1安打。投げました、投球ボール、ボールを2塁、これは悠々セーフ、盗塁成功です。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。投げました、見送ってストライク。投げました、決まった、ストライク。伸びのあるストレート。第4球を投げました、低め、空振り三振。リプレイをご覧ください。バッターは DH のデストラーレ。第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。初球ストライクから投げた、打ちました、かわいい、ボールを取る、一塁へ送る、アウト、スリーアウト、チェンジ。先ほどのプレーです。桑田、ここまできっちり2安打ピッチングが続いています。ジャイアンツ、この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターは村田。さあ次の投球、投げた、2球目空振り。投げた、直球決まってストライク、追い込んでいます。第4球を投げた、アウトコース低め、見逃し三振。第9投げた、外角低め、ボール。投げました、まっすぐ見送ってストライク。第3球を投げました、打った、いいバッティングを見せました。右バッターボックスは2番川井。まずは一塁牽制、一塁タッチセーフ。投げました、外角高め、外れてボール。一塁へ牽制球を送ります。第2球、一塁ランナー出た、打ちました、ヒットエンドラン、一二塁間への当たり、清原自分でベースを踏んでアウト、ツーアウトランナー二塁に変わります。セカンドランナーちらっと見た。第2球ボール、投げました、これは引っ掛けた、辻下がっていった、取りました、これで3アウト。二塁ランナー残塁に終わりました。5回の表が終わって2対0です。5回の裏、ライオンズ攻撃に入ります。あっと引っ掛けた、岡崎バックしていった、掴みました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは7番吉武。最初のバッターボックスはサードライナーに倒れています。第2球投げました、打った、第3球を投げた、インハイ際どい球、ボール。第4球を投げた、ボール、アウトコース低め。次は5球目、打ちました、ショートバウンド、サードから一塁送球、岡崎うまくさばいています。バッターは8番伊藤。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。投球これから2球目、打ちました、ファールボール。第3球は見送ってボール。次が4球目、投げた、打ちました、取ってアウト、3アウトチェンジ。ライオンズ結局この回3人で攻撃が終わっています。5回の裏が終わりまして2対0です。ゲームはこれから後半6回に入ります。この回のトップバッターは原、高速スライダーボール。投球これから2球目、ボール。投げた、内角高め、見送ってストライク。第4球を
投げた、打った、右中間へ持っていきましたが取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは指名打者吉村、今日はセンターフライとファーストゴロ、投げました、ボール。第2球投げました、ストレートはストライク。第3球を投げました、アウトコース、高速スライダー外れてボール。第4球を投げました、打った、痛烈な当たり、ライト前ヒット、クリーンヒットです。吉村ナイスバッティングです。左バッターボクサー6番岡崎、投げました、直球ストライク。第2球投げた、打ちました、一二塁間のゴロ、破った、岡崎いいバッティングを見せました。ピンチを広げてしまいました。第2球投げた、打ちました、いい当たり、掴みました、ランナーそれぞれ自分の塁に戻ります。バッターは8番駒田、今日3打席目、ボール。第2球インハイギリギリいっぱい、ストライク、投げた、見送ってストライク、伸びのあるストレート。第4球を投げた、打ちました、センター前に出る、ヒット、センターバックホーム、駒田ナイスバッティングです。ライオンズなおもピンチが続きます。低め際どい、ボール。第2球投げた、ボール。第3球を投げました、打った、第4球を投げました、打った、いい当たりだ、入るか入るか、センター下がった、掴んで、これで3アウトになります。さあリプレイです。渡辺最後はバックに助けられました。代打は森。第9ストレート決まってストライク、まずは見送りました。第2球ボール。第3球を投げました、打ちました、一二塁間へ、篠塚掴んだ、一塁送球アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。打順はトップに帰って辻、今日はファーストゴロとキャッチャーフライ、インロー際どい球、ボール。第2球スプリット空振り。第3球を投げました、外れた、ボール。次が4球目、投げました、打った、フラフラッと上がった、かわい、余裕があります。二塁キャンパス手前、取りました、これで2アウト、ランナーありません。バッターは2番平野、今日はショートフライと三振、初球外れてボール。第2球投げた、打った、痛烈な当たり、ワンバウンドヒットになった、ボールが点々と転がっている。平野いいバッティングを見せました、初安打。右バッターボックスは3番秋山、投げた、ストライク。1球目ストライクから、第2球アウトロー、縦のカード外れてボール。第3球を投げた、縦のカーブ見送ってストライク、バッター追い込まれました。第4球は打ちました、篠塚ボールを掴んだ、アウト、スリーアウトチェンジ。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。ライオンズこの回も流れを作ることができません。6回の裏が終わりまして2対0です。渡辺降板、右の西本、今日2人目のピッチャーとして登板です。どういった立ち上がりを見せるか。ゲームはこれから終盤に入ります。今日はここまで3打数2安打、ストライク、初球ストライクから投げた、2球目ストライク。第3球を投げた、外角高め際どい球、ボール。投げました、打ちました、
打ち返した打球はセンターへのフライ、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番河合、今日4度目のバッターボックス。投げました、初球縦のカーブは空振り。さあ次の投球、投げました、ボール。第3球を投げました、打った、流し打ち、スタンドに入りました、ファール。追い込んで第4球を投げました、低め際どい、ボール。さあ投球は5球目、投げた、流し打ち、どうだ、掴みました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは3番、これが4度目のバッターボックス。投げた、ボール。第2球、見送ってボール。投球は3球目、投げた、決まった、ストライク。タイミング合いません。第4球を投げた、打ちました、いい当たり、いったか、どうだ、入るか、ダイレクトで当たった、ボールはセカンドへ、二塁タッチはセーフ、ツーベース。右バッターボックスは4番原、今日はツーランホームランを打っています。第2球、投げた、インロー際どい球、ボール。第3球、3球目ストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。第4球を投げました、見逃し三振。満員のメットライフドーム、スタンドからジェット風船が勢いよく舞い上がりました。7回の裏、ライオンズラッキーセブンの攻撃に入ります。トップバッターは清原、ここまで2三振といいところがありません。投げました、縦のカーブは空振り。投げました、ストレートはストライク、バッター追い込まれました。第4球は打った、第5球投げました、ボール。第6球を投げました、ボール。投球これから7球目、空振り三振。バッターは DH のデストラーレ、今日は三振とショートゴロ、直球に送ってストライク、伸びのあるストレート。第2球、2球目ストライク。第3球を投げた、ストレートはボール、インコースへ。第4球を投げた、ボール。さあ5球目、打った、いい当たりだ、打球はセンターへ、センター前ヒット、クリーンヒットです。デストラーレ、いいバッティングを見せました、今日初めてのヒットになりました。ストライクになった、キャッチャーに、これは楽々セーフ、盗塁成功です。リプレイをご覧ください。1球目ストライクから投げた、打ちました、ファール。第3球は外れた、ボール。投げた、三振。低めの変化球にやられました。左バッターボックスは7番吉田、今日はサードライナーとサードゴロ。第2球投げた、見送ってストライク。投球はこれから3球目、高めボール球打った、センター前クリーンヒット、バット弾いた、センターからセカンドへ、ライオンズ1点返しました。吉田家タイムリーヒット、初安打。先ほどのプレーです。ライオンズ代走を起用します。俊足の飛ばしの一塁に入りました。バッターは8番伊藤、今日はセカンドゴロとサードライナー、二塁送球、盗塁成功。ライオンズ大事な場面で盗塁を決めました。ジャイアンツ外野は浅めの守備を取ります。第3球を投げました、ストレート見送ってストライク。第4球を投げました、流し打ち、あっと抜けた、ライトバックホーム、伊藤ナイスバッティングです、今日初めてのヒットになりました。
さあこの勝負でゲームの流れを引き寄せるか。第1球スプリットはボール。さあ次の投球ストライク。投げました、打ちました、ファールボール。次は4球目、投げました、スプリット、空振り三振。低めの変化球にやられました。さあリプレイです。桑田やりました。ジャイアンツこのまま流れをものにしたい。気迫が伝わってまいります。西本降板、右の塩崎今日3番手としてマウンドに上がります。今日はどんな投球を見せてくれるのか。8回の表ジャイアンツ攻撃に入ります。先頭バッターは DH の吉村、今日はここまで3打数1安打。初球空振りから投げました、これも空振り、キレのある変化球。第3球打った、これはセカンド真正面、セカンドから一塁送球アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは代打ブラウン。第9投げた、見送ってボール。第2球打ちました、内野ゴロ、清原取った、清原そのままベースを踏んでアウト。これで2アウト、ランナーありません。左バッターボックスは7番篠塚、今日はここまで3打数ノーヒット1三振。第2球投げた、シンカーはボール。投げた、インローを見送ってストライク。第4球を投げた、ボール。第5球投げた、空振り。さあ6球目、アウトコース低め見送ってフォアボール。ジャイアンツダイソーを送ります。上田一塁に入りました。バッターは8番駒田。第9投げました、インコース低め外れてボール。投げました、2球目空振り、少し迷ったか。第3球を投げました、アウトコース低め外れてボール。第4球を投げました、4球目空振り。第5球投げました、打った、流し打ち、ヒットになります。ボールは中継、駒田いいバッティングを見せました。ピンチを広げてしまいました。今日は安打を放っています、バッターの村田。ストライク、膝元厳しい球でした。第2球投げた、ボール。第3球を投げた、3球目空振り、追い込んでいます。次は4球目投げた、打ちました、キャッチャーの頭上フラフラと上がっている、取って、これで3アウトチェンジ。ライオンズこの回2アウト1塁2塁のピンチでしたが、ここはゼロに抑えました。8回の表が終わって2対1で、さあここは守備を変えてくるようです。ライオンズこの回は打順よく1番からの攻撃、先頭バッターは辻、今日はここまで3打数ノーヒット。第2球投げた、打ちました、当たり損ない、かわい、ボールを取る、ショートから一塁送球アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番平野、今日はここまで3打数1安打1三振。見送ってストライク、まずは見送りました。第2球投げた、打ちました、引っ掛けた、セカンド右横のフライになりました。上田落下点に入った、取りました、これで2アウト、ランナーありません。バッターは3番秋山、今日はここまで3打数1安打。アウトコース低めいっぱい、ストライク。第2球投げました、変化球ストライク、アウトコースへ、バッター追い込まれました。投球はこれから3球目、1つ外したボール。投げました、ボール。投げました、得意のストレート、空振り三振。秋山スイングアウトの三振に倒れました。ライオンズ打順トップからでしたが、三者凡退で攻撃を終えています。8回の裏が終わります。塩崎降板、ここでマウンドに上がったのは高橋、最終回1点差でマウンドに上がります。
まずは立ち上がりに注目しましょう。投げました。ボール。まずは内角高め。第2球。投げました。ボール。投げた。決まった。ストライク。第4球を投げた。打った。痛烈な当たり。センターバック、ワンバウンドヒットになる。二塁も狙う。ツーベースヒット。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。バッターは2番河合。これが5度目のバッターボックス。内角低め見送ってストライク。まずは入れてきました。初球ストライクから打ちました。辻下がった。掴みました。これでワンアウト、ランナーは2塁変わりません。第1球、外角高め際どい球、ボール。第2球投げた。2球目ストライク。第3球を投げた。ボール。第4球を投げた。打った。これは強烈。伸びた。伸びていった。ライトを見上げた。ホームラン。ツーランホームラン。白球は無情にもライトスタンドへ。ストレートを完璧に捉えられました。今チームメイトが迎えます。リプレイをご覧ください。バッターは4番パラ。今日はツーランホームランを打っています。投げました。初球はストライク。第2球投げました。打った。ピッチャー返し。辻掴んだ。一塁送球、アウト。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは指名打者吉村。今日はここまで4打数1安打。投げました。1球目ストレート空振り。1球目空振りから投げました。これもしかし空振り、タイミング合いません。投球はこれから3球目。打ちました。ファール。第4球はボール。投げました。ストライク。見逃し三振。9回の表が終わって4対1、ジャイアンツリードを3点としています。さあここは守備を変えてくるようです。9回の裏、3点を追いかけます。ライオンズ攻撃に入ります。この回のトップバッターは清原。ここまで3打席連続三振。さあ次の投球、投げた。インハイ見送ってストライク。第3球を投げた。打ちました。センター前に出る。ヒット。清原ナイスバッティングです。初安打。バッターは DH のデストロアル。今日はここまで3打数1安打1三振。投球これから2球目。ストライク。まだまだ厳しいところでした。早くも追い込まれています。投球はこれから3球目。内角低めいっぱい。見逃し三振。ここは3球三振に終わりました。第2球投げた。縦のカーブ決まってストライク。第3球を投げた。スライダーボール。第4球は流し打ち。どうだ。惜しくも一塁線切れてファール。打った。センター前進。これはヒットになります。いいバッティングを見せました。さあチャンスを広げました。投げた。ストレートはボール。さあ次の投球、2球目ストライク。第3球を投げました。アウトロー際どい球、ボール。投げました。4球目空振り。さあ5球目、打った。センターへ持っていった。ヒット。センター前ヒットになった。二塁ランナーホームイン。ライオンズ点差を2点に縮めました。先ほどのプレーです。桑田降板。マウンド上は水野。
最終回2点差でマウンドに上がります。自分のペースで投げることができるかが鍵となりそうです。投げました、決まってストライク。1球目ストライクから第2球見送ってボール。投球は3球目、投げました、3球目ストライク。追い込んでから投げました、見逃し三振。バッターは9番村岡、これが2度目のバッターボックス。まずは2塁牽制、2塁タッチセーフ。初球フォークボール空振り、タイミング合いません。二塁牽制、タッチはセーフ、二塁はセーフ。低めボール。第3球を投げた、ボール。第4球は打ちました、これはファースト真正面。駒田そのままベースに入ってスリーアウト。試合終了です。ライオンズ惜しくも逆転ならず。5勝です。